ちょっと待って、え？で、ほらー。朝起きると、ユウがいなくなっていた。ユウ。え？まさか3人目？ 3 人目の消失者？どこだ？そんなことないような。出ていとるだけような。声は返ってこない。不安が、なんて読むこれ。ユウの身に何かあったのか？例えば、東国や影山みたいにいなくなった？って思ってしまうよな、これ。なんせさ、ユリアちゃんも、テツくんもさ、京介くんと一緒におって、最終的、次の日にいきなりパッといるおらんようになったけんさ、なんかそんな流れやもん。よう考えたら、この章一番、京介くんと一緒におったん、ユウちゃんやけんさ、なんか流れ的には一緒の感じなんよな。誰かに殺された？声を張って呼びかけようと思った。あ、でもそれはないんちゃうかな。なんせさ、ユウちゃん確かトラップ仕掛けとるって言うたらな、音に反応するトラップ。でもその音が全然聞こえてないってことは、多分それは誰かが侵入したとかそんなんではないと思うよな。けどもしかしたら、近くに犯人が潜んでいるかもしれない。僕が起きて行動していることを悟らせるのはかえって危ない気がした。おお、どこ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 、こっちの方が聞こえたぞ。何かの落ちる音が上の階から聞こえてきた。上か。上に誰かいる。それはユウなのか、別の誰かなのか、確かめてみる必要がある。おお、ユウちゃんの声だ。突然、声が聞こえてきた。ちょっと待って。収録中すいませんけど、ちょっと足がしびれてきた。あぐらかいて収録してるんですけど、足しびれてきた。どうでもいいけど。今のは、ユウの声だ。悲鳴と呼ぶほど、切羽詰まっている様子じゃなかったけど。上の階にユウがいて、何かをしているのか。なぜわざわざ上の階に？なんだ？何があれ？階段を上りきり上の階へ到着する。上ってすぐのところには誰もいない。なんだあれ？なんかタオルとシャンプーのボトルみたいなのが、あとなんか水筒っぽいのはあるよね。その代わり、どこかで拝借してきたらしいタオル、そしてたくさんの化粧品が無造作に置かれていた。化粧品？ここでなんか、化粧でもしょったん？隣の部屋の方からかすかに物音が聞こえてきた。なんだ？明らかに人のいる気配を感じる。ユウ、そこにいる。まさかやけどさ。あれ？なんか、俺一つの可能性っていうさ、興奮がちょっと、あらる理由でさ、まさかの一つの可能性が思い浮かぶんでさ、そのせいで俺、ある意味さ、ドクンドクンなってるよな。興奮してるんだよな。これは、青少年にか、やったーっていうパターンのやつじゃないかなって思い始めてきたんよな。あ、なんか予想当たってるかもしれない。この置いてあるタオルとか、そのシャンプーのボトルとか、そういうのから推理したら、もう答えは一つしかないぜ。京介、行け、行け、走って行け。いや、そりゃ人間なんだから起きるでしょ。走って行け。京介、走って行け。突っ込んで行け。どうした、ユウで突っ込んで行け。身を守れ、ユウちゃんの。目が覚めちゃったんだよ。そうじゃなくてさ、早く突っ込んでいけ。むしろこっちは心配してそうただんだ心ぞ。配してるんだったらさっさと突っ込んでいけ。いけいけ。起きたらいなくなってるし。本当に？誰かに襲われてるんじゃないの？
僕が行って助けてあげないといけないんじゃないの。そのユウの言葉に僕は安堵したのだけれど、もっと早く突っ込んでいけばよかったんじゃないかな。そろそろタオル巻いてるんじゃないかな。いや、タオル姿もそれはそれでいいんですけど、惜しかったんじゃないかな。何をしているんだろう。本当に大丈夫なのか。いけー。で、ユウはそんなところで何して。ちょっと待って、来ないでよ。絶対来ちゃダメ。バカ、のぞき。的中しました。ははBGM BGM 東京クロスでこんな BGM 長い時が来るとは思わなかったな。そうだな、二人、男女二人がさ、こういう感じでさ、隠居生活、やっぱこういうハプニングはありますよ。の、覗き？一体何を言って。待てよ。物陰に隠れ、流れる水で何かをしていて、それを見られたくないし、覗かれたくない。気づいた。これは反応は京介くん、やはり君は童貞。もしかして、今、シャワー的なことを。こういうこと。だからこっちに来ちゃ絶対ダメなんだから。裸だし。ふぅ！レインボーシックスシールだったらすぐにドローン投げるところです。ドローン行け、ドローンドローン展開。わざわざ言わなくていいって、うん、言うところがさ、もうこちらですって、ゆうちゃんの裸を妄想するっていうね、そういうきっかけを作ってくれてるからね。こっちまで妙な妄想を膨らませてしまうじゃないか。ゆうちゃん胸大きいからね。けどだってこんなタイミングでシャワーなんか。いや、何だったって、こっちも世界に来て何日経っとる。そりゃ一回ぐらいさ、体洗いたいわってなるよ、女の子だったら。だってもう4日も髪洗ってなくてベタベタだったんだもん。だろうな、女の子は毎日だってお風呂入りたいぐらいじゃ。静香ちゃんかもしれんね。静香ちゃんみたいに1日2回入るタイプかもしれんね、ゆうちゃんが。だからって僕が寝てる間に隠れてコソコソしなくてもいいじゃないか。だって京介くん覗くかもしれないし。よくないの。ものすごく重要なことなの、女の子にとっては。そうだぞ京介くん。妙な力強さで否定されてしまった。なぜか返す言葉が見つからなかった。ていうか京介、いつまでそこにいるの。こっちは大丈夫だから下戻っててよ。ここからは乙女の秘密の時間なんだから。乙女の秘密の時間なんだい。なんかちょっとエッチな響きだな。被害者にメイクしたりってこと。わかったわかった、邪魔してごめん。どうぞごゆっくり。そうだけ言って、シャワーの音を耳に残しながら階段を降りようとし、ところでそのシャワー後で僕も浴びてもいいかな。シャワーとかあるんじゃない、そもそも。よう考えたら工事現場に。何の建物なのこれ元。え、はあ、夜に水を運んでからじゃないと、多分飲み水が足りないかも。おい、貴重な飲み水を何だと思っている。夜が明けるまではまだもう少し時間がかかるだろうか。ゆうちゃんは？あ、ゆうちゃんまた寝てるわ。なんだか眠くならないな。窓のそばに椅子を置いて、僕はぼーっと夜空を眺めていた。これが夜のクロノス世界って言っても、別にこの辺は普通か、普通の渋谷なんだろうな。人工的な明かりのないこの世界で、月は驚くほどの明るさで周囲を照らしている。青白く塗られた空間に僕一人がぽっつり。不思議な感覚だった。
この前の早起きといい、なんだか寝つきが悪い気がする。緊張感が続いとうけんな。考え事をしていて頭が冴えてしまったからかもしれない。いやー、考え事するわ。ゆうちゃんの裸ってどんな感じなんだろうなーって。どっかちょっとぷっくりしたところがあるんかな。ぷっくりしたところが。今日でもう6日目か。時間の流れは早いと感じたけど、いまだに僕らはこの世界に閉じ込められた原因も、ディスプレイに表示された犯人の正体もつかめていない。多分それは別行動しておる他の4人か、4人か、あ、ローも含めたら5人になるんか。あ、ローは別にどうでもいいか。4人も多分そうなんだろうな。多分何もつかめてないんだろう。それ以前に僕は僕自身のアリバイすら証明できないでいる。全部物的証拠をつかめていないところが状況を苦しくしている。これまででもみんなが寝静まった夜中にスクランブル交差点やホテルへ戻って証拠を探そうと考えたけど、ユウは提案するために僕を止めた。ダメだよ、まだダメ。そうやってしびれを切らしたところを捕まえようって思ってるはずだもん。確かにそうかもしれんけどな。まだ早いよ、もうちょっと待ってみよう。あと1週間、うん、4日ぐらい。めっちゃ待つやん。ほとぼりが冷めた頃に探しに行こうよ。いろんな言葉使ってるな、止めるんに。ユウはいつもどこか必死そうだった。悪気がないのは分かっている。過剰に心配しているだけ。そんなユウを必要以上に心配させたくないという思いが結局僕の足を踏みとどまらせていた。起きた。京介、眠れないの？ゆうちゃん、君のシャワーを浴びている姿をちょっと妄想してしまったんだよ。誰か描くかな、この東京クロスのファンがシャワーを浴びているゆうちゃんの絵とか描くかな。公式には悪いけどそういうの見てみたいな。うん、ちょっと考え事してて。私の寝顔を眺めるのが考え事？なんかちょっと可愛いこと言ってくるやんよ、ゆうちゃん。たまたまだよ、振り向いた先にゆうが寝ていただけ。わあ、幸せな夫婦と一つワンシーンみたいなこと言ってる。ユウは起き上がると僕の隣に並んだ。隣、いい？もちろん。でもどうしたの？眠れない京介に付き合ってあげる。お母さんみたいだな。無理しないで寝てていいんだぞ。大丈夫、むしろ私はこうしてたいの。ちょっとでも長い時間京介の隣で。困りやされてて、なぜ京介くんはさ、ゆうちゃんの行為っていうのを気づかないんでしょうね。京介くん、お前はトラブルの主人公か、ゆうきりとか。お前は、ゆうは少しだけ儚そうに笑った。この前僕の部屋に通してなだめた時と同じような状況というか、昔から僕の隣がユウにとっての定位置だったような気がする。落ち着くんやな。なんなら京介が眠れるように子守歌歌ってあげよう。ユウの子守歌か。それじゃさっきあったな、なんかマイクっぽいの、マイクっぽいのあったな、そこのペットボトルの隣の黒いやつ。そうそう、幼稚園の頃よく歌ってあげたでしょ、お昼寝の時間とかに。幼稚園の頃からの付き合いか。いや、うん、確かにあったね、そんなこと。お昼ご飯を食べ、休み時間に体を動かした後、園児みんなが教室で雑魚寝する、そんな懐かしい思い出が蘇ってきた。おい、先生の隣は俺が寝るんだからな。違う、僕だみたいな。その取り合いがあったかもしれん。同時に
ユウの歌うあの子守歌までもが。いや、でも遠慮しておくよ。なんで？ふふくそ、ユウタの目めっちゃパッチリ。それは恥ずかしいんだろ、恥ずかしいんだろ、京介。言えない。子供の頃のユウは歌を歌うことが好きだった割にかなりのパッチリ。子守歌が何でかの呪文のように聞こえて眠れなかったなんて今さら言えるわけがないなんだこれ、復活の呪文なんかな。それ次にプリドラクエプレイするときにこれ歌んかったらセーブデータ使えんみたいな感じなんかな、なんてごまかそうか記憶っていうのはさ、他の記憶と紐付けされて覚えてるものらしいんだ。あ、え、待って、急に何の話？それそうなるわ。記憶？何の話してんだってなるわ。なったわ俺も。そう、ユウの子守歌は確かに好きだったんだけど、なんか寝相の悪いユウに足で蹴られた思い出と紐付けされてるみたい。オンチと寝相が悪いって同時にユウちゃんの弱点を教えられたわお前。まだ別の弱点聞いてしまっただよ。それまで思い出しちゃうんだよ。よりにもよってそんな思い出に。ユウから盛大にツッコミをもらう。でもよかった、オンチとオンチ同行の話には長いなさそうだ。いやオンチレベルにちょっと恥ずかしい癖の話出てきてしまったじゃないかお前。ああまあ寝相が悪かったことも事実なんだけど、事実だったわ。なんかその紐付け普通にショックなんですけど。まあ、うん。うん。紐で一緒に縛られたくないもんな、こんな。それぐらい、僕にとってもショックな思い出だったんだよ、きっと。確かに、こんな可愛い、将来的に嫁になりそうな女の子がさ、あんなに寝相悪かったら、一つのベッドで二人寝れないじゃないかってなるからな。じゃあさ、他に何か、幼稚園の頃の思い出ってないの？ん？桃の言う武勇伝？そうは言ってもな、幼稚園の頃か、お泊まり保育的なやつがあるんじゃないかな。なんか俺が幼稚園じゃないけど保育所だった時、あの園児だった時にさ、なんか一晩だけ保育所に泊まるみたいなやつがあったよね。最近の幼稚園とかはそんなのあるんかな。幼稚園の頃の思い出なんてもうひどく曖昧なものだ。それでもどうにか記憶を手繰り寄せてみる。そうだな、お昼休みジャングルジムで遊んでたらてっぺんから転げ落ちた思い出とか。痛い。むしろなんで忘れないの、そんな痛々しい思い出。痛々しい思い出でなかなか忘れられないもんだよね。そんなことを言われても困る。忘れられないぐらいショックだったんだよ、きっと。ちょっと、ジャングルジムの思い出がショックで忘れられないってことは、私に蹴られた思い出と同レベルでショックだったってこと？痛いってこととさ、こんな女の子がっていう時のショックがダブルできてるからね。あと指さすな。確かにそういうことになってしまう。ユウがふてくされたような顔をしている。ああ、この顔もなんか可愛いな。なんか、ガンゲイロオンラインの深治郎がこんな目つきの時があったような気がする。そういうユウは、どんなことを覚えてるんだよ。ね、あ、でも私もやっぱり、ジャングルジムで転げ落ちたことが。一番思い出に残ってるかな。わあ、京介転げ落ちた、わーいわーいみたいな感じで思っとんじゃん、お前。だったらそんなふてくされた顔しないでよ。転げ落ちた後、京介くんはジャングルの王者って呼ばれてました。結局、二人して幼稚園での最大の思い出は、その事故の記憶らしい。なんだか穏やかじゃない幼稚園時代な気がしてた。なんて思いつつ、ユウの態度が治ったことに少し安心したのも事実だった。うん、笑顔が戻ってきた。あの時さ、京介ってば頭打って気を失ってたのね。え、やべえじゃん。
マジ工事みたいな感じになったらやべえじゃん。でも私それをなんでかわからないけど死んじゃうって勘違いしちゃってさ。でも小さい子だったらそうじゃないかな。気を失う、人が気を失うってところを見たことないんだろうしさ、やっぱ動かんようになったって言ったら死んじゃうって思ってしまうんじゃないかな、子供の頃だったら。私もうギャンギャン泣きながら死んじゃやだ死んじゃやだって叫んでたの。生き返れ生き返れみたいな。すっごい強烈に記憶に残ってる。それだけ心配してくれてたんだねなんで他人事なの確かに。でもそうだよ、京介ってどこか抜けてるところがあったからさ。昔は昔は、ああ今はしっかりしてるなって。だからいつもなんでだか心配で落ち着かなかった。否定はできない、確かに昔の僕は今の僕と違っていた。自分でもそう思うの。容量が悪いというか、やることをなすことなぜか変に空回りしてしまうというか、やっぱり昔からの幼馴染ってだけあって、優は僕のそういうところよく見てきたんだな。だからね、ジャングルジムの時は本当に不安で怖くて心配だった。思い返せばジャングルジムの事故以降、優は僕のことを過度に心配するようになった気がする。大切なんだな。こうなったらさ、ジャングルジムが後撤去されたみたいな、そんなことが幼稚園であったりするかもしれない。そして心配してくれるのは今もそう。僕の手を引っ張ってここへ逃げ込んだのも心配してくれたから。そうやな、確かに。でもゆうちゃんがあんな大胆に手を引いていくことなんかあるんかって思ったもんな、あの時は。まあでもあの事故って結局すぐ目を覚ましたし、大した怪我もしてなかったんだけどな。気を失うレベルだったのにか。ねえ、ほんと拍子抜けだよねこの両手に手を当てたポーズなんか好きだな。しかもその後のお昼寝タイムも普通に爆睡してたでしょ。今更だけど私の心配返してよ本当に心配してるのかってぐらい寝つきが悪くて、寝ていながら結構5回ぐらい食らってたかもしれないけどね。残念ながらもう時効だ。10年経ってます。時効は10年です。あ、10年か。あ、10年か。何事もなかったのは本当に良かったけどね何事もないといいな、これからも。そうだな。なんでこんな世界に来ちまったかな。なんでみんなからこう二人で逃げないといけないのかな。そういう思いがあるけん、ゆうちゃんは多分あの時京介の手を引いてここに逃げてきたんだろうな。え、不意につぶやいたゆうへ僕は聞き返そうとした。何事もない、大丈夫だよ、だからおやすみゆう。うん、多分京介くんも何事もなくてほしいと思ったからこその犯人探しはやめようというそんな展開、思いがあったんだろう。なんでだ、寝るんじゃない。滑らかに動いてる、ここだけ可愛い顔。抱きかけてきたんか。ユウのそばにいるとなんだか心が落ち着いてくる。胸の内から湧き出してくる親近感に優しい安らぎを感じることができるのだ。幼馴染だからというのはもちろんだけど、こうしてそばで見てくれる人がいるのというのは少なくとも僕にとってはかつて失ってしまった家族という温かさを取り戻せたような気持ちにさせられる。あれ？ふと僕は首を傾けた。どうした？ユウってこんなに可愛かったっけ？恋に発展してる。京介くんが恋に発展してる。
どうして僕は今更になって家族のことを思い起こしてしまったのだろう。両親を亡くしたのはもう随分と昔の話なのに。え？優と語り合う今の状況が家族に関する何らかの記憶と紐づいているのだろうか。家族と？ん？少し考えてみたが、よくわからなかった。まあいい。過去のことを考えて仕方ない。考えて、ちょっと毛が抜けたのかな、これ。それよりも、今考えるべきは、これからどうするか、だろう。ユウはこの生活の継続を望んでいる。理由は、身の潔白を証明できない僕が、みんなのところへ戻ることを心配しているから、恐れているから。彼女の気持ちそのものは、とてもありがたいし、嬉しい。でも、だからといって、このままではいけないんだってことも分かっている。どうにかして僕のアリバイを証明できる何かは手に入れないといけない。結果的にそれはユーの堅くなな心配や希望を無駄にすることになるかもしれない。けどやっぱり少しでも潔白を証明できそうなものや状況が目の前に訪れたら、僕はちゃんと正しい選択ができるのだろうか。わあ、これなんかプロローグにあったな。なんかその時その時でやっぱり正しい選択してきたつもりやけど後から後悔してしまう人間って、そういうことの繰り返し。